1回戦 F グループは4フレまで終え縄がトップ。ゲームは第5フレーム。おーっと、川崎優衣、破壊力はあるんですが、これもまた10番ピンまで及びません。中野真理子、これは第5フレームの2投目です。大事にいかなくてはいけません。これにはスペアボールでしたから、ホイールにそのまんま乗ってキャリーしてしまいましたね、はい、これは痛いですね。2位争い、川崎と中野はタイになりましたね。ほぼ川崎は10番点を払っていきました。縄もですから9本スペアで1回ストライクが止まりましたが、この第5フレームどうだ。また持ってく、熱いぞ、ストライク。中野真理子約3マーク差、30点ほど開きがあります。追いかけている中野です。珍しいですね。なんかの少し迷ってるかなというふうにも映りますよね、はいはい、川崎優衣です。はい、ストライク。川崎らしいストライクが出ました。川崎優衣第6フレームストライク、ボールチェンジが成功しましたね。一方でこの中野真理子はちょっと嫌な3本ですが、2本をプッシュしていけばいけるか。これは珍しい、ど真ん中に来ましたね。最低ナックです。縄は川崎がボールチェンジしてうまくいってるのを知ってますので、逃げ切り体勢に入りたいですね。さあどうだ縄。17番で今投げたんですけども、はい、その前は4フレで17番投げてますよね。そこでは9本のカウントが厚めで4番ピンだった、うんうん、そこをちょっと調整したら今度薄めすぎて10ピンが残りましたね、うん、一番最後の10フレームどう攻略するか見ものです。中野真理子に戻ります。第7フレーム1投目、さあそろそろよーし、ストップ。うまく投げましたよこの1投、今の1投、まあ、あくまでもこれは右側の18番レーンですが、続けることができるかどうか。川崎優衣ストライクの後の第7フレームです。ここがキーポイントですね。どうだ、よーし、反撃開始ですね。反撃開始です。第7フレーム外に、うわっと、これはまさしく今のはリリースか手の返しか、縄らしくない一投。スペアでしのぎます。好調縄はこのまま逃げ切れるのか。